お久しぶりです。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、本日は動画のタイトルの通りなんですけど、2級建築士の合格発表です。もう先言っときます。今回の2級建築士の学科試験落ちました。ごめんなさい、もう最悪。ガチで落ちました。しかも一番最悪な落ち方しました。ちなみにあと1点で合格でした。構造でもう1点で落ちました。もう辛い、もうめちゃくちゃ辛いです。僕は今年の5月から9月の間までは2級建築士に専念するために活動を休止してきたんですけど、最後の動画で、2級建築士の学科の合否についてはまた動画出しますって言ったんですけど、本当に落ちました。もうさっきも言ったんですけど、あと1点で合格でした。もうはっきり言って、すっごい悔しいです。ちなみに僕は高校2年生の時に、危険物乙種第4類を3回受験してやっと合格したんですけど、2回目の試験があと1点で合格でした。危険物に関しては、年に何回かあるので、気持ちすぐ切り替えられるんですけど、やっぱ1年に1回しかね、建築士の試験については、もう本当に、危険物の時と比べ物にならないぐらいめちゃくちゃ重いです。ちなみに僕、学校の最後の模擬試験で、念願の80台、取れたんですよ。1回目から7回目までは、60台、70台、ずっとさまよってて、なんとか80台取っとけば、2級建築士絶対受かるだろうということで、もう必死に勉強して、最後の最後でやっと80取れて、で、本番の試験で、合計60点だったんですけど、あと1点足らずに終わってしまうという、もう本当ちょっと言葉に出ないっすね、今は。僕もこの2級建築士のためにバイト辞めたり、いろいろ YouTube 活動を休止したりとかしてきたんですけど、もうなんか今まで頑張ってきたこと全部水の泡になってしまって、もうすごい辛い。ちなみにこれ撮影してる日なんですけど、2級建築士の学科の次の日です。前日の夜に回答速報で知って、もうそれ知った瞬間僕も、ちなみに前日の回答速報で知って、結果聞いた瞬間僕ん家のトイレで、もう泣き叫びました。去年に関しては、あと5、6点か8点だったんで、気持ちすぐ切り替えたんですけど、やっぱ、1点や2点とかになると、もう全然違うので、もうちょっと何とも言えないっすね、今は。ツイッターとかでも絶対2級受かってやるとか言ってたんですけど、応援してくれた皆さんにはもう本当に申し訳ないと思ってます。僕もう本当やばい、もうちょっと泣きそう。あと1点だったのに。はい。改めまして、応援してくれた皆様、ありがとうございました。2級建築士については、来年、受けようか受けないかは、また考えておきます。希望とするのであれば、受けたいですけど、実は僕、学校卒業したら、1級建築士受けられるようになるので、2級建築士の試験諦めて、1級建築士をやろうかなって、思ってたんですけど、それについては、ちょっと考えておきます。はい。じゃあ、もう、重い話は、これで終わりにします。はい。今後の僕の活動について話したいと思います。動画でも言ったんですけど、レゴルイージの動画は出します。ただアップするのは7月の下旬頃です。本来でしたら届いてすぐ動画撮影してアップロードしようと思ってたんですけど、ちょっといろいろこっちも就活だったりとかの都合もあるので、動画については7月の下旬に出します。活動復帰については予定通り9月の中頃にします。はい。最後になりますが、応援してくださった皆様、ありがとうございました。動画でも話した通りなんですけど、来年受けるか受けないかはちょっと今後次第なので、もし来年受けようかなって思った時はまた動画で発表したいと思います。はい。以上、ひろげでした。ありがとうございました。